リスナーズ・リスナーズは、マッパ制作による日本のテレビアニメ作品。2020年4月から6月まで毎日放送、TBS、アニメイズム B1 他にて放送された。とある少年が体にインプットジャックが空いた謎の少女であるミュートであって、共に世界を旅していくストーリーが描かれる。メディアミックスプロジェクト、カゲロウプロジェクトを手掛けたジンが、 ストーリー原案や音楽を担当するオリジナルロボットアニメ。物語はロック史の伝説をモチーフとしている。公式サイトではそれぞれの回がモチーフとしたアーティストや楽曲が解説されている。人類が耳なしという謎の生命体に脅かされる世界。耳なしに対抗して戦えるのは戦闘メカ、イクイップメント。そのイクイップメントとプラグインし、 操ることのできるのは、祈りでという能力者であった。リバチェスタという町で暮らす少年エコーは10年前、耳なしと戦った地味に憧れを抱いていた。ある日、エコーは、スクラップ山で、記憶喪失の少女を発見する。彼女は腰にアウトプットジャックを持つプレイヤーだった。翌日、町は、耳なしの大群に襲われるが、少女はエコーを自作のイクイップメントを操り耳なしを、 戦滅。エコーは彼女をミュウと名付ける。二人は街を飛び出し、ミュウの記憶や地味を探す旅に出る。通常は AMP だが、戦闘時にはロボット上のギグフォルムとなる。ジンが主題歌全曲の作詞、作曲、プロデュースを手掛けており、エンディングテーマはミュウの歌唱による格話ごとに異なる楽曲となっている。インターネットでは、同年4月4日より、アマゾンプライムビデオにて、 地上波放送より先行して配信。ありがとうございます。